さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は、前回サブ機にグラボを奪われてしまったかわいそうなメイン機のお話になります。かわいそうって自分で外したんじゃない？まあそうなんですけどね。ということで今回代わりのグラボを用意しました。え、代わりのグラボ？はい、新しいグラボはこちらになります。え、新しいグラボ？ GForce RTX3070Ti になります。え、RTX3070Ti ってちょっとあんたこれいくらすんのよ？12万円ぐらい。あんた今日からご飯抜きね。ということで、今回はこちらのロマン全開の RTX3070Ti をご紹介していきたいと思います。もしこの動画が面白かったら、評価、チャンネル登録もご検討ください。それでは行ってみましょう。ということで今回購入した商品ですが、パリット製の GForce RTX3070Ti ゲームロック 8GB になります。こちらはパリット製品になるのでドスパラさんの1000倍グラボになります。あ、ちなみにこのグラボは案件じゃないですよ。それでは開封をしながらスペックのご紹介をしていきましょう。こちらの RTX3070Ti ですが、今年6月に新たに発売されたグラフィックボードになります。なのですでに数多くの動画やレビューが出てるので、つまり今更感のある動画ってことね。まあそういうことになりますね。発売当初はグラフィックボードの高騰もあり、だいたい11万円から高いものだと15万円ぐらいで販売されていました。そこからさらに値段高騰等がありましたが、私が購入した時は初値ぐらいまで値段が下がってきてましたね。最近また上がり出してるみたいですが、外箱を開けると中から黒い箱が出てきました。オープン。すると一番上に何やら紙類が入っておりました。まずこちらはユーザーマニュアルですね。中身はおそらく A5 でした。続いてもう一枚が2021年のキラキラカレンダーが入ってました。めちゃめちゃかっこいいんですが、あと2ヶ月で今年も終わってしまうんですね。発売したのが今年の6月なのに、なんで2021年分しかないのかしら。翌年の6月分までとかだったらよかったですね。って喋ってる間に本体が出てきました。ちなみに手前側には付属品として PCIe6 ピン ×2 から PCIe8 ピン変換ケーブルと ARGB ケーブルになります。あー、これはもしかして補助電源に8ピンが2個必要だからですね。左側のスペック表にもありますが、グラボだけで消費電力が 330W もあるんですよね。そして推奨電源が 800W と、最近は CPU も GPU もメモリも高性能になってきて、そのパフォーマンスを出すために電源もどんどん大きくなってますよね。確かに一家に1台発電所も必要になるんじゃない？さすがにそこまでは。それでは続いて本体を見ていきましょう。シュララ。ということでこちらが本体になります。おお、なんかゴージャスね。今回は完全に見た目にこだわってこちらのグラボを選びました。普段は見た目よりも同じ性能であれば少しでも値段が安い方を選ぶんですが、今回だけはちょっと見た目も気にして買ってみました。この見た目は好みが分かれそうね。こちらのグラボは 2.7 スロット分の厚さになります。ファンは3つ付いております。大きさは 304×136×60mm になっております。そしてこちらのグラボの重さは約 1.4kg でした。 1.4kg って結構重いわよね。まあ1パーツで 1.4kg は重いですよね。補助電源は先ほど付属品のところでちょこっと言いましたが、8ピン ×2 となります。グラボの最大電力が 330W で推奨電源容量が 800W となっております。出力は DP1.4A×3 と HDMI2.1×1 となります。このグラボは左側 3DP で右側が HDMI になっているんですね。前使ってた RX6700XT は内側に1つ HDMI があってちょっと使いにくかったんですよね。そしてこちらがバックプレートとなります。金属製のバックプレートでかなりかっこいい感じのバックプレートですね。なんか、ロック感を出してる感じね。ですね。それではこちらの RTX3070Ti をメインパソコンに入れていきたいと思います。こちらが先日グラボを持っていかれたメインパソコンになります。こちらに RTX3070Ti を入れていきたいと思います。あれ、せっかく表面ピカピカなのに縦置きじゃないの。今度縦置きも試してみようと思ってますが、今回は横置きで検証をしていきたいと思います。補助電源も忘れずに挿しましょう。あ、それと知ってる人も多いと思いますが、
補助電源は1本から分岐したものでなく、それぞれ電源から直接伸びてるものをつなげましょう。なんで？電力が必要となってきて分岐だと単純に 100% の力が発揮できないらしいんですよね。やったことないのでどのくらい性能が落ちるのか知りませんが。ということで電源を入れてみましょう。グラボは最初に緑、赤、青と光り出して、しばらくするとレインボーになります。おお、綺麗に光ってるわね。それでは続いて実際にどのくらいの性能か見ていきましょう。と、その前に、前回までラデオンのグラフィックボードを使っていたので、こちらのドライバーを削除していきます。やり方はとても簡単で、Windows にセーフモードで入ります。そしたらこちらの DDU という削除ソフトを起動します。こちらのデバイスタイプの選択を押して GPU を選択。あとは削除して再起動を押すだけです。そしてしばらくすると自動的に再起動をするので、今度は新たに NVIDIA のドライバーを入れましょう。ということでここからは検証タイム。シュラララ。ではまずメインパソコンのスペックのご紹介です。まあもともとメインパソコンとして使っていたものなので、私が持ってる中では一番ハイエンド仕様になっています。ではベンチマークから行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD の高品質でやってみました。最初のシーンですが、FPS は100。140ぐらいを行ったり来たりといったところでしょうか。続いての船のシーンも140前後といったところですね。時折150以上出てる感じがします。ということで結果はこちら、28165の非常に快適判定でした。ちなみに前回まで使用していた RX6700XT だと 14194 のとても快適判定だったので、同じ7番台でも全然違うんだなってことがわかりました。では次。ファイナルファンタジー15。こちらもフル HD の高品質でやってみました。オーライ！オーライ！ストップ！じゃあ、気をつけてね。ということですでに FPS が144を超えている感じです。FF15 で重いと言われるシーンがいくつかあるんですが、その一つのチョコボのところでは、144は切ってしまいますが、100以上は出てる感じです。チョコボっていいわよね、私も乗ってみたい。確かにいたら便利ですけど、餌代とかやばそう。ということで結果はこちら。これも美味しそうね。アウトドアでこれ食べたら絶対美味しいですよね。ということで、14032の非常に快適判定でした。同じ構成での RX6700XT の結果が、9163の快適判定だったので、3070Ti がいかに強いかがわかりますね。では続いて実際にゲームもやってみましょう。フォートナイト。ゲームの設定は、フル HD で 3D 解像度と描写距離をマックス、その他はオフ化最低で、パフォーマンスモードでやってみましたが、上空から落ちてる時点で FPS がかなり高い数値を出しています。地面で漁ってる時はむしろ FPS が上限突破してるし、打ち合いしても全然落ちないので余裕ですね。では次のゲームも見てみましょう。バトルフィールド5。久々にやってみました BF5 です。設定はフル HD で映像関連は全て最高設定になっております。またこのゲームは 144Hz 以上の設定項目がなかったので、そのままでやってますが、こんだけドンパチしてても、ほとんど144で張り付いてました。戦車に乗っても全然平気でしたね。張り付いてるなんて本当すごいわね。ですね。そして久々に BF をやった結果、3D 酔いしてしまいました。ダメじゃん。では最後。ああ、あれね。あれです。Apex Legends。設定はどうしようか悩んだんですが、今回は全て最高設定でやってみました。で、FPS 上限は解放してあります。とりあえず上空が重い APEX なんですが、この時点で200近い数字が出てるんですよね。確かに今までだと上空で100いかないとかあったもんね。ですです。地面に着くと240前後になりました。これはかなり高いわね。ですね。戦闘の様子はこんな感じになります。
だいたい200前後ぐらいはキープできそうですね。最高設定でこれならかなり良いかと思います。温度も CPU も GPU も60度ぐらいなので余裕も感じますね。はい、ということで今回は今更ながらですが RTX3070Ti のご紹介でした。値段もすごいけどやっぱり性能もすごいのね。さすがに一つのパーツで10万超えは正直買うのをためらいますよね。ちなみに私も買うかどうか1ヶ月以上悩んだ末に買いました。ま、あんたは今日から土を食っていきなさい。ということで今後はこちらをメイン機として動画投稿や配信なんかもやっていきたいと思いますので、ぜひ評価、チャンネル登録もご検討よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけんポン。またね。